素敵な新潟に会える女子旅、新潟アネカレ娘。3人が訪れたのはカーブドッチワイナリー。ここは広大なブドウ畑に囲まれた一帯にあり、ワインやお料理を楽しめる今女子に人気のスポット。わー、おいしそう。乾杯。今日のテーマってなんだっけ？告白。告白か。ありますか？遠い昔。学生の頃はやっぱなんか放課後とか、なんかこう呼び出して。そう。いい青春ですな。ねなかった？ねあったよね。ここに来てみたいな。なんか呼び出されて、なんか教室に呼び出されて。でその場所に行ったら、その呼び出した男の人が座ってて、でなんか知んないけどこう座りながら、好きなんすけど、うわー出たー、ちょっと待って、どういうこと、例えよまずみたいな恥ずかしくて立てないみたいな。かわいい。何それ。かわいいかな。かわいいってな。いやみたいな、ツッコミしかなかったもん。確かにツッコむ、まず立とうみたいな。大人になってからあんまり告白ってないかも。ないよね。ちゃんとスタートさせるやつ、あ、でもちゃんと終わらせる。あ、別れの告白、別れもなんかちゃんと終わらせる。いつの間にか別れいつの間にか付き合ってて、いつの間にか離れてましたみたいな。そんなもんなんかな、大人になるって。告白は大事やね。でもやっぱね、区切りはつきたいね。つけたい。ももちゃんは自分から言ったことは言えない。一回だけ。すごい、最初で最後の。でもこれ最初で最後にしようって決めてて、そう、もういたれと思って振られに行って。振られるって分かってても告白したの、偉い偉い。甘酸っぱい。甘酸っぱい。ねえ、そう。どんなあった？最後の女って言われた。最後の女。お前が最後の女だみたいな。なるほど。そう最後の恋みたいな。あ、なんかそういうのは行動で映してほしいかも。あ、確かに、ね、言葉じゃなくて。言葉なら何とでも言えるもんね。確かにそれはある。そうだな。一番良かったのは、車の中で付き合ってくださいって言われて、なんか花柄の花くれたみたいな。ロマンチック。でもそんなのされたらさ、分かったよみたいな。言えない。あ、やっぱごめんなさい。ありがとう。言えんかぐらいかな。どうなの、花っていいね。そういうのないわ。そう考えたら付き合おうかみたいな。付き合っちゃうみたいな。友達が多いんだ。やっぱなんか元から友達みたいな。そうかも。急にとかないんだ。最後に告白されたのっていつなんやろうね。最近なんかもう言葉じゃなくて LINE とかなんじゃないの。花火で好きは告白。一緒に花火行って、グッドカーは好きですみたいな、まるまるちゃんみたいな。ないそんよ。え、されたことあんの。ないない。びっくりした。びっくりした。まあ、ロマンチックにされたいよね、やっぱ告白なら。でもそれぐらいやったら別れにくくなるのかな。どうなんだろう。それか、触れんくらい。